はい、こんにちは。七尾です。今回はね、究極のハゲ治療、植毛についてえ話したいと思います。今回ここで言う植毛は、えー、自毛植毛のことを言います。ちなみにね、自分の毛と書いて、えー、どんな国語辞典を調べても、地毛って読むんですけどね、地毛ですよね、えー。クリニックのほとんどがね、自毛植毛と言われているんですよ。ですので、 私も「自毛植毛」ということに言うこと読むことにしましたいわゆる自分の男性ホルモンの影響を受けにくい側頭部から後頭部ですねの髪を生やしたいところにここの髪を移植する手術法を自毛植毛と言いますこのね植毛のいいところなんですけどもまず確実にハゲが治ることです、まあ、多分稀に 移植しした髪が定着しない場合もあるそうですほんのまれらしいですけどもそしてですね、えー、この横が女性ホルモンこの縦部分が男性ホルモンの影響って、まあ、よく言われるんですけどもこの横から後ろにかければ男性ホルモンの影響を受けにくく、まあ、前に持ってきたからといって一番最初はねやっぱり あった部分が男性ホルモンの影響を受けにくかったら、こっちに移植してもやっぱり男性ホルモンの影響を受けにくいらしいです。ですので、えー、前に前や上に移植したからといって、えー、従来のハゲに戻ることはないらしいです。現在ではね、えー、メスを使わずに、えー、手術する、えー、患者の負担、患者への負担が少ない手術法が一般的だそうですが、えー、ただですね、メスを使う従来の手術法は 増毛率が高いそうで、えー、どちらが良いかというのに関しては、えー、クリニックで、えー、相談を受けてください、まあ、とにかくですね確実に髪を増やしたいという方は、えー、最もすすこの植毛が最もおすすめの方法であることは言うまでもありませんですけどもねそれほどまでに、えー、良い方法なのにそこまで普及していないのはなぜかという話ですではねそのデメリットを、まあ、考えていきましょう まず第一に、やはり費用ですね。国内の最新技術を取り入れている経験豊富なクリニックだと、まあ、100万以上は当たり前また移植する紙の本数や、えー、その他諸々でまで、あ、200万とか300万にもなる場合もケースもあるということですそのためですね、えー、費用の安い海外外国に行かれて植毛、えー、手術をされる方も多いと聞きます それでもでもすね、だいたいやっぱり100万ぐらいはかかると聞きますね。ただしですね、この生え際とかね、この M 字部分だけとか、そういう、であと頭頂部だけとか、そういうピンポイントだとね、えー、50万とか60万ぐらいで、えー、済む場合もあるようです。そして次のデメリットですけども、次のデメリットはスケジュール調整ですね。やっぱりほとんど日帰りでできるといっても、やはり手術ですので、 仕事とかね、日常生活とのスケジュール調整が必要になりますまあ、投薬治療のヌールだけ飲むだけとは、まあ、わけがやっぱり違いますね一度の手術で可能な本数に限りがある広範囲の植物の場合は、えー、数度に分けて行う必要があるまたグラフと、えー、後頭部の移植する髪のことですねのグラフとの本数にも限りがあるので えー、なかなか希望通りにはならない場合もあるということですまたね、えー、この植毛部分植え付けた場所の密度の問題とかね、えー、実後に腫れそろうかという実後にね腫れそろってもその透けて見える見えるんではないかという問題もありますあとね不安材料がやっぱりあるんですねいろいろ。 ま、経験者の方がよく言われていることなんですけども、術後に移植した髪が定着するんだろうか？ちゃんと髪が生え揃うんだろうかという不安にすごく襲われるということです。まあ、これについてはね。もうほとんどの方が問題なく定着して髪が生え揃ってきますので、まあ、心配する。失敗することの方が少ないですので、まあ、心配する必要はないと思います。 まあ先ほども言ったんですけど移植した本数が少ない場合ですね神が透けて見えるんではないかという話ですけども、えー、これについてはですね移植する後頭部の紙がですね、えー、太,太いんでらしいんですねすごくですので意外と密度が少なくても、えー、太いのでそんなに透けて見えることはないらしいですそして一番心配されることなんですけども えー、せっかく植えて生え揃っても再び AGA で禿げることはないのかという話ですね。基本ですね、やはり最初にお話した通り後頭部の後頭部から移植した髪というのは男性ホルモンの影響を受けにくいらしいんですね。ですので AG では禿げにくいというのが、えー、実際のようです。まあ正しいですね。やはり年数とともに移植した髪が細くなってきた、薄くなってきたという話はまあ。 たびたび効くこともありますあとはですね移植した部分の髪が元気でもその他の部分ですね移植しなかった部分の髪がやはり AGA で薄くなっていくということでやはりあの投薬治療は必要のようです手術をするクリニックでも術後に投薬治療を進められるようです投薬治療は一生くすみを飲み続けなければならないからと敬遠されていても 植毛してもね、結局投薬治療は必要ということです。私の場合は、髪が薄くなったのが40代になってからですのでね、そこまで金をかけてまでハゲを直したいとは思いませんでした。ただね、20代や30代の独身の場合は、えー、ハゲが治せるならば、まあ、ローン組んででも金は出すというのがまあ、本音かもしれませんね。まあ、神、大なり、金か、金、大なり、神か、 といったところでしょうか。では今回は究極の AGA 治療法、自毛植毛のお話でした。今回もご視聴ありがとうございました。